それでは細井さん、今週もよろしくお願いします。はい、お願いします。まずは先週のアイビスサマーダッシュ、ね、面白いレースでしたね。いやもうなんか枠が出た時に、あれこれひょっとして今までとはちょっと違うアイビスサマーダッシュになるかなってすっごい思ったんですよ、うん、で、土曜日配信かな、スナックズンコでこう2つに分かれるって言って、でね、ちょうど当日ねお会いした時も、はい、やっぱりちょっと分かれそうな気がするっていうね話をおっしゃってましたね。だから展開を読まなければ、なんか外目の枠仕事で、あ、もうこの仕事でいいよねっていう仕事でよかったのに、なんか展開的に、まあ、七子ちゃん次第だと思ったけど、スティクスが行くならもうライオンボスとか、うん、あの辺りの 3,4 頭がもうそこを目標にして、結局開幕週だし、その昨年のこともあるし、その土曜日の最終レースのこともあるから、仕事をこっちになって、はい、あともう他はもうこっちっていう、今までだとうちらち行っても1頭しか行かなかったレースが多分ちょっとこう変わるんじゃないかなっていうのね。そうですね。いやでもレース自体はね、本当にね、細井さんと新潟競馬場でね、僕もリポート行ってたんでお会いしましたけどね、仕事をうちに行って、で他は外で、かなりねお客さんもなんかもう拍手というか起きてましたもんね。そうで、なんかそうなるかもしれないっていうのを言ってて、はい、なんかそれはそれで、なんか終わってからすごいですねって、すごかったですねって言われるんだけど、あの予想さえしなければ普通にシンプルに考えてと思って、もうなんかあーって、なんか展開予想がしたために 馬券予想は取れなかったみたいな感じ。展開予想当ててたの本当スナックズンコの細江さんとも福永雄一ジョッキーだけでしたもん本当。あ、福永君も言ってたんだ。福永さんが、はい、言ってて、はい、お見事でした。もういつに、僕も土曜日に取材した時に、うん、このメンバー構成やったらうち仕事を行くんちゃうみたいな、もうこれ可能性あるよっておっしゃってて、あ、やっぱそうか、はい、おっしゃってました、うん、そうなんだよね。で、細江さんね、シンシティ上げてましたし、シンシティがまた2番人気で伏兵じゃなかったですね。そうなの、そこなので、私結局4頭か5頭にしようと思って、ビリーバー、シンシティ、あとなんだっけな、ベントボーチェ、ベントボーチェと、あと、はい、アヌラーダプラと、うん、まあ入れてときめきをどうしようかと思ってたんですよ、うん、だけど蓋開けてみたら、あのシンシティが結局2番人気になってて、はい、これはちょっと人気しすぎだなと思っちゃって、そこからなんかこう崩れましたよね。いやーそうですよね。ね、戦前のね雰囲気とか、あとね印の感じでは伏兵かなって思ってましたけどね。そうなんですよね。で結局、あ、今回選んだ、最初に選んだ4頭のうちの1、2着が入ってるのに、はい、なんか余分なこと考えちゃったなって、あの人気でね、あとその枠の並びを見た時に、ね、ひょっとしたらやっぱり分かれてって思っちゃったんで、うん、そこでしたね。でもまあなんかちょっと開幕週に行われる新潟の選直ってことになると、あ、こういう形もまた今度から枠の並び方次第ではありえるんだなっていうのもなんか分かりましたね。いや本当にね、十分ありそうですし、またね来年以降もちょっとね見どころ十分で、アイビス様だし面白いですよね。ね、面白くなってきましたね、うん、それにやっぱり奈々子ちゃんがもう決めた乗り方をして、ステックスも5着っていう、はい、見事でしたよね。見事でしたね。腹くくって本当にね。ですからやっぱりまた来年以降もね、うちの馬も侮れないぞということで。そうだと思いますね。たぶん例えばオールアタンスにしても、ライオンボスにしても、もう少し状態がやっぱり良かったら、うん、ひょっとしたらっていうのもあったと思うので、十分ありますあると思うのでね。それはスティクスでも5着まであれだけ使い詰めの中で来てるわけですから、でオールアタンスも6着って考えると、なんかこう決してそう分かれたけど外の方がやっぱりいいよねっていうことではなかったと思うので、はい、多分ね柔軟に考えた方がいいっていうアイビスサマーダッシュになってきた感じはしますよね。そうですね。ちなみにでも細井さん、ベントボーチェは福永ジョッキーもこのレース後に勝てるだけの力はあると思うけど、今回やっぱその馬群に行くのにちょっと躊躇したりとか、力出し切れない部分があったってお話ししてたと思うんですけど、うん、これどうなんですかね。
なんかね、私やっぱりベントボーチェって点のスピードも、うんうん、これなんて言うんだろう、なんかね、全ての条件が揃った時じゃないと走りづらいのかな。ただ状態は前走よりも馬良くなってたと思うし、はい、すごく能力が高いものを持ってることも、もう中山のレースで時計的にも、うん、内容的にも証明できてるんだけど、なんかこう条件が揃わないと出し切れないところがあるんじゃないかなと思ってるんですよね。なるほど。なんかそんな感じしません？いや、そうですね。だって春雷ステークスもめちゃくちゃ強かったですもんね。そう、なんかこう馬を気にするのか、うん、それがこうなんて言うんだろう、いい位置取れたとしても、左右されてしまうのか、なんて言うんだろうかな、なんか難しさがある感じはしますよね。うん、だから、ね、私は本当にちょっと やや重だとか、ちょっとこう、内が悪くなって力をちょっとやる程度時計もいかかる形ので、外差しの時に外枠でベントボーチェみたいなイメージ、何なのかな、なんて言ったらいいのかな。でもまあ本当に私もベントボーチェとビリーバーだったんですよ。ビリーバーだったんですよ。そう、なんか良くなってるし、ひょっとしたらやっぱり足を待ってもおかしくないかなとは思ったんですけどね。本当ですね。でもまたね、もしかスプリンターズステークスとかね、出てきたらね、また細井さんの今の言うような条件とかに貼って、余ったら買いたい馬ではありますよね。そうだと思います。多分何か、多分馬が嫌なのか、こう、なんて言うんだろう、何かこう条件が揃ったら強いんだと思うけど、あの馬自身が多分何か気にすることが一つでもポイント的にあると、多分力を出し切れない状態になってしまうのかなっていうのは感じましたよね。はい、感じましたね。なんだろうね、あの馬ね、いいものは持ってるし、馬格もすごくいいし、重心も低いしっていうところがあるんですけど、なんかあるんでしょうね。ねえ、皆さんね、能力買ってますから、またね、巻き返しに期待したいところですもんね。そうですね、本当に、うん、でやっぱシンシティも自分の競馬はするけど、やっぱり先着で逃げ切るだけのっていうのはちょっと難しさがあるなっていうのもね、改めて感じましたし、まあでもあとはロードベイリーフが結構使い締めの中で、使い締めでしたよね、あの子も。そうですね。で、あの枠の中からよく3着ね、来ましたよね。3着来ましたね。西村敦也ジョッキー、結構乗れてます、乗ってますね、本当勢い的にも。ね、まあ本当にジョッキー、5年目ぐらいですもんね、5年目って、はい、多分今一番しんどい時期でもあると思うんですよね、もう、うん、結果出していかないと、乗り馬とか乗り鞍がね、一番こう、別れ際なので、すごくやっぱり必死になってて、その中でいい結果出してるっていうのはすごくいいことですもんね。そうですね。そしてアイビスサマーダッシュもね、非常に盛り上がったんですが、今週は細井さん、また難しい、毎週言ってる気しますけど、難しいね。札幌と新潟でダートの重賞がありますが、今日はね、札幌エルムステークスを中心に細井さんにお話伺っていければと思いますが、だって枠がね、枠も出てないし、先週もそうでしたけど、ね、やっぱ枠出てからじゃないとね、厳しいところありますけど、まあでも私、この中で現時点で注目馬を一頭挙げてくださいって聞かれたら、はい、やっぱりアイオライトかなと思います。アイオライト、前走ね、函館1007大沼ステークス勝ってますね。この馬ってこう逃げてうまく運べればいいんですけど、ちょっと展開が速くなったりとか、早め早めに来られたらダメになってしまうっていうケースの馬が、前走においてはあの位置でこう囲まれた中でしっかりと結果を出せたっていうのは、精神的にも内容的にもすごく良かったと思うので、一段階こう馬自身が上がってるんじゃないかなと思って、この勝利っていうのは価値があったんじゃないかなと思うんですよね。その前の3戦がもう2桁着順でこう自分の形に持っていけないとこんなに脆いんだっていうところを多分見せた馬だと思うんですけど、だから前走に関してもあの道中のポジショニング見た時に、あ、もうないだろうなと思ったら、あの1着っていう形を見た時に、あ、これすごくこう戦法の幅がこう広がったなっていうふうに思いましたし、馬自身もこう精神的に強くなってるんじゃないかなって思ったので、こ
気はいいんじゃないかなと思いましたね。確かにね、負けた3戦本当に大敗っていう感じですもんね、2桁着順で。そうなんですよ。だからその展開が早くなってしまって、もう最後かわされてズボズボになるっていう形がこの馬だったので、なんかそうなると、あ、やっぱり脆さがあるんだなと思って、大沼ステークスの道中のポジショニング見てた時に、あ、多分ないだろうなと思ったのに、あの一着っていう結果の中から、これ多分ジョッキーにしてもすごく乗りやすくなったんじゃないかなっていう、うん、組み立てやすくなったんじゃないかなっていう感じがするので、はい、このアイオライトはすごくいいんじゃないかなと思ってます。なるほど。今回ね、それこそ長期休明けですけど、アメリカンシードとかロードエクレールとかね、ウェルドーンとかもある程度前に行きそうな感じはありますけど、うん、そういった馬が揃っていても、うん、まあ、前走を見る限り心境が伺えるというアイオライト、うんうん、そうだと思うんですね。私今回のメンバーって多分結構アメリカンシードにしても本当、うん、強さを見せてたのに、こういきなりもろくなってしまったとか、はい、で、ファラオ、ダノンファラオにしてもやっぱりアメリカンフェローの子って難しさがあるのかなって感じたりとかするじゃないですか。うん、しますね。で、フアバラミスにしてもちょっとずぶさがあってっていうところがあって、やっぱり展開が早くなってくれて、てこそっていう部分があったりもする馬だと思うので、はい、まあ、ブリンカーつけて少しは変わってきてますけど、うん、それでもやっぱりちょっとこう難しさはあるんだろうなっていうふうに思う中で、なんか一番こう馬自身の中のこうバランスが、パワーバランスがすごくいいなと思うのは、うん、アイオライトなのかなと思いますね。うん、5歳でね、充実期に入ってきたと思います。でも、うん、ウェルドに関しても前走すごく負けはしましたけど、はい、いい2着でしたもんね。豊ジョッキーのね、ウェルドン、マリーンステークスですよね、うん、1007、うん、2着、フルデプスリーダーも2着でしたね。フルデプスリーダーも出てますけど、このレース、なんかこの馬って前角田厩舎で話してる時に、暑さにすごく弱い子で、はい、なんかこうレース後にもう熱中症っぽくなってしまったりとかする時も過去にあって、いましたよね、はい、なのでなんかやっぱり滞在で北海道でっていうのが、涼しいところでっていうのがいいんですかね。ウェルドーにとってはさらにプラスに働くと、北海道ね、前走もね、函館ですもんね、涼しい。そうそう、多分、まあ、今週の秋にも函館だったから運ぶってことですよね、確か。そうですね、多分そうですよね、確か函館だったと思います。追い切りはね、函館のウッドコースで、そうそう、だからてって感じですもんね。ってことでしたもんね。そうそうそう、はい、なので、まあその涼しいところの方がやっぱりいいのかなっていうのは感じますよね。それこそね、今少しお話出てた去年の勝ち馬スワーブアラミスね、今年はまあ58キロということにもなりますけど。ね、スワーブアラミスが。やっぱり前走の手押しを見てても、もう途中からやっぱり動かざるを得ないというか、はい、なんかこうもたもたしちゃうところがあるから、もうああいうちょっと、まあ、強引な競馬するっていう形になりましたけど、なんか東海ステークスの時にはこれだけの切れ味も見せるんだと思ったけど、けどあのレースって結局振り返ってみると、やっぱペース早すぎましたもんね。そうですね、かなり流れたからこそっていうところもあって、もたもたとしたらやっぱりそれこそ難しさは出てしまう可能性はなくもないけど、メンバー構成的に結構あれなんですかね、早くなるんですかね。なんか前に来たそうな馬は多いです、多いイメージありますよね。あとそうですね、ロードエクレールとかか、ロードエクレールと、はい、アメリカンシードと、まあ、ウェルドーンも前に行ってっていう感じで、フルデプスリーダーもね、まあ、前走はね2番手3番手つけてましたけど、そうですよね、まあ、ちょっと難しさはあるんだろうなって。追い切り見た時にはダノンファローがすごくはい、いい動きはしてるなと思ったんですけど、ダノンファラオですか、追い切り、はい、ただこの馬もやっぱりアメリカンファラオなのかなっていうぐらい、やっぱり難しさ出してますもんね。そうですね、だって浜中ジョッキーもね、この追い切りした感じではいかに前向きさを見せるかが鍵ってお話ししてるみたいなんで、
実績があるのでメンタルだけって言ってますよ、やっぱり。そうですよね、あの、はい、ほら、あの高級車のあのアメリカンファラオの子も、カフェファラオですよね、カフェファラオもそうですけど、うん、あの包まれたりしたらもうダメってなってしまうタイプの馬で、やっぱりその能力負けじゃなくてメンタル的なものっていうか、なんかそういうものがすごくあって、私はなんかアメリカンファラオの子って外目の枠の方がいいんだろうなっていうのをすごい感じてます、うん、なんかごちゃごちゃさせられたりするともう、あ、もう僕嫌ですみたいな、なんかそんな感じはしますもんね。しますね。カフェファラオなんてもうまさにそうですもんね。うちで馬群に揉まれて砂かぶったらもう嫌みたいなね。そうそう、なんかあの揉まれても一頭で走ってるかのようなら大丈夫なんだけど、はい、だからワンタンとかならいいんだけど、うん、4つのコーナーあってもう包まれたりしたら、あ、もう僕やめますみたいな、うん、もう知りませんみたいな感じになっちゃう子たちが多いですもんね。そうですね。だからやっぱりちょっとそういう難しさはあるのかなと思うし、アメリカンシードもえって感じでしたもんね。去年ね、一番人気で14着に敗れて、まあね、微出血があったみたいですけどね。いや、そうですよ。で、あのマーチステークスの時も一番人気で14着って入って、はい、で平安ステークスは2着ですけど、あれギリギリ2着保ったっていう感じのレースで、決してあ、やっぱり能力あっての2着だよねっていう2着ではなかったじゃないですか。うん、そうですね。なんかそして14着13着になると、やっぱり信用系ない感じの難しさがあるんだろうな、この馬っていう感じがしますもんね。ねえ、ほんとそうですね。なんか追い切り見ててもちょっとこう、うん、騎乗者の追うのと馬が行こうとするのとちょっとなんかこうコミュニケーションが難しいんだろうなっていう感じのやっぱりところも見受けられるし、うん、やっぱこのあたりちょっと気持ちの面っていうかが本当に難しいタイプなんだろうなと思いますね。なかなかね、軸っていうのはね、難しい感じはしますよね。こう買い時も難しいという感じですからね。難しいと思います。あと、うん、まあ3連勝中で地方を入れるともう7連勝でしたっけ、はい、8連勝のブラッティーキットですか。はい、ブラッティーキットすごいですよね。あの地方に戻ってから3連勝でねえ、なんか未勝利勝つのも勝てなくて2着で地方出して賞金加算して帰ってきて3連勝っていうことで、そうですね、やっぱセコシガっていうふうにね、あのコメント出てますけど、うん、やっぱコーナーがちょっと苦手なような感じですもんね。ああ、そうなんですね。なんかスタートしてから道中の例があれだけいいのにコーナリングでちょっともたもたしてしまうっていうのは多分体幹がまだやっぱりしっかりしてないからコーナーで加速できないみたいなところがあるタイプの馬がだんだん良くなってきて、それで成長もして、まあ、この3連勝にはつながってると思うんですけれども、はい、まあ、今回中1周ですもんね。ねえ、そのあたりどうですか、遅いさんの見立てとしては。いや、先ほどね、もよさんおっしゃってたけど、あの、はい、ケープブックのフォトパドックの写真が、うん、あまりにもガリガリすぎてちょっとあばら浮いてる感じしますもんね。そう、多分これ、はい、あの、ま、毎週に撮るんで、うんうん、多分中1ってことはやっぱりその競馬5だと思うので、ああ、なるほど、これで当たりべりしちゃった体でそこからどこまで戻ってるかっていうことだと思うので、うん、確かに写真見るとすごいえって思うと思うんですよね、うん、まあ、だから当日ここまでっていうことはないと思いますし、はい、あの水口君にあのどうって聞いたら、まあ中一周ですけど状態はいいところでキープしてて、うん、まあでも相変わらず追い切りの 見栄えはしないと思うんですけどねっていうふうにおっしゃってましたけど、まあでもさすがに中一でここのメンバーに入ってあの 3,4 コーナーのもたもた感というかあれを出してしまうと、うん、遅れる可能性はあり、届かない可能性は十分にありますよね。置かれちゃうとね、うん、そうですね、うん、水口ジョッキーともね15戦目のコンビということでね。そうなんです、あのオーナーと水口くんが仲良くて、それで二人三脚でっていう形なので、いや、もう非常に頑張ってもらいたいですしね、うん、なんかこう、ね、うん、応援したくなるタイプのこう馬ですけど、馬と人ですけれども、まあ、ちょっとローテ的なとかいろいろ考えると難しさはなくはないっていうところもねありますよね。こうね、本当に水口を聞いたこのね
オーナーというとセカンドテーブルとかね、2着重賞ありますし、なんとかね重賞勝利っていうところをね狙ってるというね、うん、一頭ですからね、うん、ね本当に期待したいですよね。そうですね、やっぱレースぶりとか見てても素質はやっぱ細井さん感じますか、ブラッディキッド。素質はねもちろん感じるんですけど、